いいわよ。何気にあなたの話って面白いのよね。楽しければ何でもいいわよ。その前に、どうして見ていることが前提になっているのか教えてもらえる？簡単よ。公式のそれぞれの箇所が持つ意味を覚え直してみなさい。応用に活かせないってことは、その公式の意味を理解しきれてないだけだから。もしどうしてもわからなかったら、私のところに来ていいから。にははっきり覚えてないかな。昔はそういうこともしたと思うけど、最近はそういうことはしてないの。その顔は何？言っておくけど、全然うまいこと言ってないから。してないとでも？だと思ったわ。あ、そろそろ授業が始まる頃ね。仕方ないわね。続きはまた今度ね。それじゃあまた。助かったぜ。高橋先生にお前が手帳を拾ってくれたって聞いたんだけどな。
おうよ、パッと見で気に入っちまって衝動買いってやつよ。まあな。ああ助かったぜ。礼と言っちゃなんだが、今度秘蔵の新作を貸してやるよ。おう、期待しててくれ。こっちよ。ちょうどいいところで会えたわね。あの伝言を奈々崎に伝えたわよって君に言っておきたかったのよ。そうそう、それよ。ううん、別にそれくらいはね。ただ彼女は今水泳のことで精一杯だから。ええ、毎日熱心に練習しているわ。一緒にお昼を食べている時でもほとんど水泳の内容になるくらいにね。どうかしたの？そう。じゃあ私はここで。またね。
日々の積み重ねが大事なんだってお父さんが言ってたよ。頑張ってね、ニーニー。ねえ、ん？何か用事かな？あやつじさんは？言いたいことがあるなら早く。じゃあね。ねえ、そんなにいじめられたいの？だったらしっかりして。はい、条件をどうぞ。嘘は言わないわ。大事な日あげるんだからちゃんとエスコートしてよね。そうね、いいわよ。それじゃあ楽しみにしてるから。恥ずかしいからあんまり叫ばないでくれる？